みなさんこんにちは、カノンです。今日はちょっとね、トリプルショコラというとっても美味しそうなアイスを見つけてきたので買いました。なのでそちらを食べていきたいと思います。で、今日はお家にあったホイップクリームで、一口だけちょっと絞って食べてみたいと思います。ちょっと実験も兼ねてやっていきたいと思います。ではいただきます。開けてみます。この蓋のこれがもう美味しそうだって、とっても美味しそうです。中はどうなんでしょう。美味しそう。でもバニラだからね。俺も、まあ、一口だけこの上に出そうかな。いやー、ここのお、やお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 い、やばいやおいやばいやおい、こんな感じにちょっとだけ出したので、無料だけやってみます。かつけるかどうか、出すぎた、いや、わかんない。ほんとこう、うん、美味しい。でもこのやばい、このチョコなんか今日高級。いただきます。あ、つけすぎたいただきます。いや、でもなんかホイップの味しません。しない。では普通に食べていきたいと思います。うん、このチョコの部分食べます。多分濃いよ。結構チョコの味すごいくる。うん、なんか何を食べてるかよくわからない。初めて食べた。これ全部食べたら時間かかるので、今日は終わります。で、今日の動画は、ホイップとかをして、味はどうなるのかという実験もあって、食べました。では皆さんもぜひね、こういうアイスを見つけたら買ってみてはどうですか。では、バイバーイ。また見てねー。